今あのねみんなでご飯食べて、うん、帰ってたら哲也と千葉優が今タバコを買いに行くよって言って、ね、コンビニに寄ったんですよね。それはいいんですけど、それはまあギリ、まあよくあることだ、ね、うん、で我々がじゃあ置いていくかって言って置いていくこともよくあることなんですよ。別にあんま動画にしないですけどね。まあね、まあ一回普通に置いてってみましょう。はい、結構遠いんでね今ここは今ここからまあまあしんどいよまあまあメンタルに来る距離あるよ。うん、普通はなんかこう、あ、普通はなんかね、人が出てきてから発信して、ね、走って追っかけさせて、面白い、ね、ま、最終的に乗せてあげる。待て待て待てがあるけど、うん、あれめっちゃ見てる、めっちゃ見てるめっちゃ見てるよ。あ、どうだろう。あ、めちゃめちゃいる。あのセブンイレブンいたんすよ。めちゃくちゃ見てた今、うん。これリアルに3、40分ぐらいかかるの歩くと。歩くともっとかかると思うよ。もっとかかる。結構岡崎市のね、あの端っこのご飯屋さん行ってたんで。ああ。まあ、ああって感じですね。でもまあ、うん、どうする。え？家に向かえばいいかな。まあ、もう本当に家に向かっちゃうか、まあ、なんちゃってなんちゃってって言って戻るかっていう選択肢がありますけど。今日は帰っていいんじゃない？うん、大丈夫、うん、お腹いっぱいだし。もう一回やろう。だそうです。まあ普通だったら多分電話かかってくるんでしょうけど。携帯持ってってんのか、もう分からんあ、でもブレーティスが切れたってことは言ってや、携帯も、うん、ああ、なるほどね。お金は、まあさすがにコンビニ置いてたんだからあるんじゃない。あ、そうかそうか、うん、まあ、じゃあなんか普通に帰りますか帰ろう。うん、帰ってきてから、おいって言われるんだろうかじゃあ切りまーす、はい。家着いたんですけど、はい、連絡なかったですね。あー、あの二人、哲也と芝居。普通さ、アップルパイ買ってた。その後僕たちはスタバに行ってアップルパイを買いました。食べろよ、アップルパイ。買ってあげたんだから。買ってあげたじゃない、僕が買ってあげたんだ勝手にこいつを頼みました。運転席に乗ってるりょうくんがアップルパイ美味しいって言ったからさ。としみつがアップルパイ美味しいって言ったから。みんなアップルパイ食べなきゃダメでしょ。それはうまいよ、アップルパイマジで。美味しかったよ。サクサクしてるの、うん、食べてる。2人ともちゃんと今ね、うなぎ屋さんでパンパンの米食ってきた後にね、なんか一気に詰めたパンパンの米ね、本当に。本当想像者のアップルパイを買わされた勝手に。しかもりょうくんにスターバックスラテね、あ、ドライブスルーだったからね。助手席のりょうくんにスターバックスラテねって言ったら一番でかいやつにしやがった。だよ、ベンティーにしやがったこいつ。ダイはショーを兼ねるからさ。こいつ自分がいつもベンティー飲んでるからって。ダイはショーを兼ねる。だってサイズ言ってくれれば、まあ、スモール、何それにするけどさ、ショートショート、うん、言わないから。ダイはショーを兼ねるってことだから捨てていいってことだな。ショート分飲んだらダメだよ。なんでだよ、兼ねてねえじゃねえかよ。粗末にしちゃダメだからこのな、いらん買い物をした時点が一番粗末にしてんだよ。それを粗末にするかしないかは無理さん次第だから。だからいらんのに食ってる時点で粗末だろうが。違うよ、美味しいから。いや、どうでもいいよ、あいつらだよ。あいつら LINE もせんてこんし、電話もしてこん。うん、確かにな。絶対電話してやんねえっていう感じかな。何か報復を企んでるのが一番めんどくさくあるけど、哲也は普通に行くべきとこに行ったかと感じはあるね。あ、確かに、哲也はこの後行かばっけ、ゲームの話があったしね。ああ、でもカメラも持たず行っても意味よくない。あ、そうだね。そうだ。でも結構さ、ああいう時ってさ、予想だけど素直に受け入れて二人で長々と話しながら歩いて帰ってくるプランが濃厚だと思う、意外と。それはあると思う。うわ、遠いよ。案外ない機会だから、なんか素直にスッと。いや、めちゃめちゃ遠いよ、あそこ、ほんとに。でもなんか芝居と2人だから、なんかイライラしてることはないと思う、多分2人がね、うぜーって言いながら。好きな方だしね、多分。そう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 、確かに、ああいうの好きだよね、彼は。芝居なんかさ、まださ、国が降りる前にさ、哲也おじぎドッキリ閉めるか、プライベートでって言って、あと芝居おったじゃん、またで、芝居がニヤニヤしながら降りてってコンビニ入ってって、降りてかれるやん、あいつの場合。そうだね。あいつだけ走って戻ってくるかなと思ったらさ、うん、聞こえてたはずだもんね。めちゃめちゃこっち見てつって出てたもんね確かに、ね、今降りたら置いてかれるようまで聞こえてたかもしれんもん、なんなら、うん、まあまあ帰ってきた時にあいつらがどういうリアクションするかは見届けなきゃいけないから、待たなきゃいけないのかな、僕たちって。待つのか、1時間ぐらい。よくない、まあ、今分からん。え、何してるか聞いちゃダメかな、今。どし、なんで、どうした、どこんのって。うん、まあちょっと聞いてみるよ、なんか。じゃないと僕たち待ってなきゃいけないかもしれない、もしかしたら。じゃあ代表して、お、そんなことある？いや、
だでもこんな時間にね怒ってる、中指さしてる。え切る。はい、家主の人たちだ。あ、開けますめっちゃ睨んでる。めっちゃ見てるじゃん。あれ早くない？早い。タクシー。え、何で帰って帰っちゃうんだろう。こんなうまいタイミングで帰ってこれる。え、すごいね。すごい。あいつらユーチューバーだな本当に。早いな、タクシーだな。めちゃめちゃ睨んでたよ。芝居これだったから、ね。ちょっと待ちますかじゃあ。初めて食べるわ。スタバで飲み物以外頼むの恥ずかしいんじゃないの。え？意味わかんない。意味わかんない。なんでスタバで。ちょっとわかるそれ俺も。え？でも今までいつもタンブラー買わせてるじゃんいろんな人に。確かに。ホテッドシミさんも毎回犠牲になってるからね。最近俺コーヒー飲むようになった。え？最近コーヒー。ん？サマラ。あ、おかえり。やってくれたな。ほら。やっぱり怒ってないわ。いや後ろの黄色いやつに関してはさ分かってました。え、お前に関しては分かっておいたじゃん車を。分かってないよ。え、もうしばゆういる時にもう置いてっかって話に言ってたよ。いや本当にやるって思わないじゃんね。ちゃんと置いてたら、いやなんかね久しぶりだったねって、うん、ドッキリでした。大成功。てってでー。俺こういこうとしたのに。いった。確かに置いてどうする、本当に置いてくって話になった時に置いてこうってのはここ二人違うって。もういいよって何回も言ったもん大声で。もう大丈夫だよって。いやそう、一回じゃあ一周回りますかって言ったら今日帰っていいんじゃないって。ああ、まあだから遠いってそんな知らなかったから。いや分かんねえだろ。一個一個届いたばっかだから分かんなくて。隣のしか来ただけで言うな。それにしても早いね。当たり前のようにタクシー使ったわ。うん、まあ行ったんだ。じゃなかったらだってマジで時間かかるよここ。確かに3年前くらいの俺らだったらタクシーなんて使ってなくて、あ、マジで歩いて帰ってきた。おい、もうタクシー使うんだよ。ざまあみろって言いながらタクシー呼んだわ。めちゃんだ今。なんていうことだ。何買ったの？あ、そうだ。そうだ。僕たちタバコまず食べてるからなんか買ってもらわなきゃ。待ってねえだろうがよ。これ閉じます。そう、なんかそれぞれに必要そうなもの買ってきてって俺が頼んだんだよね。普通にデザート買ってきたの。あ、ありがとう。あ、ドジミツハンサム顔の時ハンサム胸だったわ。いや、ハンサムバストも。それ好きでしょ、ドジミツ。え？誰？内田理央さん。人気だよね。うん。ドジミツ必要だと思った。しまったな、こんなちゃんと4人とも犯人だったら職質、職質いいもんなんて買ってくるんじゃないの。それがまだ続いてるともあんまり思ってなかったしな。ああ、そうなの。そう、今この感じになって今やっとなんか、うわクソって思っていたわ。りょうくん、おー普通にちゃんといいもん買ってきてくれてる。いいもんしかねえよ。同じやつ持ってるし。これなんで待ってたあげればよかった。これ嬉しいわ。しかもデザートってデザートのはずなのに本じゃねえかかと思ったらお前らデザート食ってる。生きさばきやって俺の車ね。先に帰ってきて。めちゃくちゃうまそうなもん食ってる。でけえしさ。これは僕も怒ってる。はい、デザート。ね、ぐちゃぐちゃになってるけどプリン買ってきてくれました。ちゃんといいもん買ってきちゃったよ。そう、腐ったれが。あ、ちゃんとしろ。あ、ちゃんとしてる。待てよ、俺ら自分のやつ忘れてた。そういうタバコは買ったけど、タクシーでとコンビニいいよ、プリンあげるよ。こちらアップルパイ食べてるから。この腰は受けん。くそ、ちゃんとスタバ行きやがって。腐ったれが。ああ、やられたな、なんか。そう、でも怒らないんだろうなって言ってた、僕たちは。明日置いて帰ったら、歩いて帰ってきてやったものを、わざわざ土曜日に置いてきやがって。まあいいか。置いてかれても、まあいいか。心の俳句。これが今の感情の 100% だよ。どうだよ。おはかとなく。タクリズム。タクスゼンヤン。タクスゼンヤンって言うな。スタバックスゼンヤン来たかったな。いっぱいだ。